ある日、何の痕跡も残さず消えてしまった。私を探さないで、私もあなたを探さないから。でも私たちはもう一度会えるの。ユリは彼女に似た人が北海道にいると言った。リュウ、今までどこにいたの？僕はリュウではなかったが、彼女はユリだったのだろうか。人間は科学で説明できないこと、錯覚だとか偶然で片付けちゃうんですよ。この世のどこかに自分と生き写しの人間が存在する。互いの存在を知ってしまったと。私、ここに来るまでの時間幸せだった。